島の山古墳は奈良県四季郡川西町東院にある古墳。形状は前方公園墳。うまみ古墳群北群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に指定されている。川井大塚山古墳の西方約1キロの寺川佐岩城の備工地に築造された。 別名島根山古墳。周辺の古墳とともに三宅古墳群を形成する。縦型の集合を含めた長さは265メートル、幅175メートルである。東西ビレブには作り出しがある。墳球からは吹石と葉庭列が検出された。また、平成17年度に行われた第十字調査において、 西側クビレ部から祭祀に用いられたと考えられる植物性のカゴが出土した。東古墳の位置は山と盆地の河川が合流する場にあり、交通の要所を押さえた場にあることが大塚山古墳群と共通している。また川合大塚山古墳と島の山古墳の墳形規格が同じであるという点からも、この二つの古墳は関係が深いと見られる。 この古墳に関する記述は古く、江戸時代の学者である木内石帝が表した雲根氏に神大石という名で、この古墳から出土した桑形石が記されている。公園部中心に縦穴式石室があるようで、石室天井石が周囲に持ち出されている。石材は兵庫県の達山石である。過去の洞窟で副葬品の多くは持ち出された。 その際に散逸したと思われる遺物は、一部アメリカの博物館にも展示されている1996年の調査で前方部長から粘土核が検出された。東西10.5メートル、南北3.4メートルの墓口内に、全長8.5メートル、幅1.7から2メートルの粘土核があり、その考えには、活石性曲が玉、薄玉、下玉、 今年が多石製品など2500点が散在していた。勘上年度からは、車輪石80、桑ヶ大使21、石縮白32、鉄小刀5が封じ込められていた。館内には、壁玉製、ゴース3、同郷3、大型下玉5、縦串11、首飾り1、手玉1があった。手玉の存在から被壮者は、女性の可能性がある。 また、奮町の首手部から前方部にかけて、大型の粘土核が存在していることが確認された。国の重要文化財、奈良県東の山古墳出土品の明細古墳大きさ、ランキング。ABCDE 川上邦彦、大和桂木野の大古墳群、馬見古墳群、新泉社、2006年 ABC 川西町の文化財。 川西町アーカイブド2016年3月4日、アット・ザ・ウェイ・バックマシン、奈良県東の山古墳出土品、マイナス国指定文化財等データベース島の山、古墳マイナス国指定文化財等データベース。ありがとうございます。